おととい昼ごろ下水が流れなくなった豊山町の豊場地区では汚水がマンホールからあふれる可能性もあり県はバキューム車で汚水を吸い上げる作業を24時間態勢で続けていました川からの逆流を防止する緊急用のゲートが閉じてしまったことが原因とみられていましたが県の担当者によりますと昨日夜水没していた地下の水位が下がりゲートを開けることができたということです 下水が流れることが確認されたため、今日未明、バキューム車を撤収させ、現在は数名の職員で、他に異常がないか点検中だということです。